竹田塾教育英語科長のボルタです。竹田塾英語科の伊関です。この動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今回はコメントが来ておりまして、はい、現在英熟語を覚えるのに悪戦苦闘中です、特に All A do is do、 A がすることはホニャララだけである、など品詞を入れてあげたり、日本語訳が印象に残らないため挫折しそうです。例文やイメージを覚えるようにしていますが、他に覚えるコツはあるでしょうか、ぜひ教えてもらえたら幸いです、というコメントが来ておりました。なるほど、今のやつって別になんか大変な熟語じゃなくないですか。むしろ覚えやすい方ですよね。まあそうですね、A がしなきゃいけないことはこれで全部です、だからこれだけですってやつですよね、そういうことですね、はい、理屈で簡単に覚えられる方なんで、熟語とかにしたら簡単な方だと思います。ただこれちょっと挫折症になっちゃってるっていうことなんで、多分構文とかがつかめてないのかなとも思ったんですけど、構造を理解すれば簡単だと思いますし、はい、調べてみれば書いてあると思いますので、語源とかですね、どうしてそういう意味なのっていうのはたくさんネットに載ってますから。そうですね。そしたらやらなきゃいけないことはこれで全部ですだからこれだけですっていうふうに多分出てくると思いますよ、たくさん。 All SV is do だよっていうことなんで、まあ、All you need to do is Google みたいな感じで、なんだろう、そうだね、そういうことです、はい、どうしてそういう意味になるのかなっていうことを、まあ、基本的にこう考えていくっていうことが、まあ、覚えやすくするコツなのかなと思うんですけど、まあ、一つ熟語の例で Take it for granted、that SV みたいな感じで、that 以降であることを当たり前だと思うみたいなものもあるんですけども、 that 以降に来るのは SV だしみたいな、 Take it for granted、 それが与えられたものだと思うってことだから、要はまあ当たり前のことだと思うっていうことなんですけどね。説明しちゃいますか、じゃあ私が。はい、お願いします。まあ、Take it for B っていうのは A イコール B だと思うってやつですね。確かに、あの交換の for ってやつですね。いわゆる Mistake A for B、 A と B を間違えちゃうっていうのと同じで、 A と B が同じだと思うっていう意味ですね。で、granted っていうのは与えられたですね。与えるが grant なんで、これ実は神から与えられたものっていう意味です。なので神から与えられてるものは当然のものです。だから A は当然のものだと思うっていうのが語源ですね。なるほど、ということみたいです。っていう、まあ、理屈つけられるやつは、はい、そういう感じで覚えることは可能ですね。この質問でいただいてたものみたいなものは、多分語源とかをちゃんと Google 検索なりしてみるとか、まあ、あとは解説詳しい英熟語帳を使うっていったところで、ある程度解決できるんじゃないかなと思います。詳しい熟語帳でいうと、まあ、解体英熟語とかは、一つ一つの熟語に説明がすごく細かくついてるんで、まあ、苦手な人にはおすすめかもしれないです。ただちょっと熟語の量多いんで、はい、ちょっと大変ですけどね、逆に全くそういった品詞とかないものなんですけど、例えばテコンで仕事とか、まあ、いろんな意味ありますけどね、まあ、一個だけ紹介すると、まあ引き受けるみたいな意味なんですけども、それを取ってオンするんだから、まあ引き受けるってことなんですよ。上に乗っけるみたいなこうニュアンスなんでね。テイクオフで離陸するみたいな意味もありますけど、まあ、オフっていうのがこう離れたみたいな意味のあるものなんで、離れていくわけなんで、まあ、出発するとか離陸するみたいな意味になるっていうことなんですよね。服を脱ぐっていうのも覚えやすいですね。テイクオフは離れるなんて。ああ、確かに。オンとかオフとか、まあ、with とか of とかの、まあ、前置詞だったり副詞の意味っていうのも、まあ、僕のおすすめはエバーグリーンとかで、ちゃんと一回前置詞の章があるんで、そういったところを読んで、ある程度イメージ入れてから熟語を覚えていくと覚えやすくなるんじゃないかなと思います。そういうのをね、きちんとやっていくと覚えやすくなるものも当然多くなると思いますよ。なんか他にありますか、英熟語を覚えやすくする方法とか。まあやっぱりフレーズで覚えることですね、ここはいつも言うのは、もうそこだけだと意味がよくわかんないけど、文にしたら意味が生まれるので覚えやすくなるっていうのは出てくるはずなんで。しかも英熟語って結構文中で形変わったりとかそうですね、しますので、目的語が間に入ってくるケースもあったりとか、テイクオフだけで覚えづらいんだったら、The plane とかっていう飛行機を主語に置くだけでも、The plane took off だけでも覚えられるようになりますよね。そういう風に別のものを、まあ、自分はよく別の符号を足しなさいっていうんですけど、そうすることによって覚えにくかったものが覚えやすくなるっていうのはたくさんあると思いますね。ちなみに僕が英熟語を覚えるときに使ってたのが速読英熟語っていう、文の中で覚えていくみたいな熟語帳を使ってました。まさに例文の中で覚えるから覚えやすいなっていう風に感じていたんで、速読英熟語なんかも覚えやすくなるかもしれないですね。であとトイック向けの人はデルタン特急の金の熟語とかも使っていただけるといいんじゃないかなと思います。僕も熟語特急って出してるんですけどね。じゃあ本先生全然売れてないですけど。それはどういった本ですか。問題の中で覚えていくっていうやつです、ね、あでも問題形式で覚えることも大事ですよね。でそれぞれのパートに出てくるっていうので、それぞれのパートの形式の問題で覚えるみたいな感じになってますね。何のために熟語を覚えるのかっていうのも結構大事ですよね。文章を読めるようにするならば文中で読めるようにしていく必要があるし、問題を解けるようにしたい、イディオムの問題を解けるようにしたいならば問題形式で覚えていくっていうことも大事になってくるかなと思うんで、話したことをですね参考に熟語を挫折しないでですね、もうちょっと頑張ってこう勉強していってもらえるといいんじゃないかなと思います、はい、今回は以上です。英語
please。 前回の問題だったんですけど、はい、give someone the cold shoulder っていうのの意味がどういう意味ですかっていうやつなんですが、どうですか、聞いたことあります？聞いたことありますね。冷たい態度を取るみたいなね、そういった意味になるわけなんですが、これどうしてそうなるんだ、まあ、なんとなく分かりそうじゃないですか、こう冷たいだからみたいなねフレンドリーじゃないとか、まあ、無視するとか、そういうのなんとなく分かるんですけど、一応こう語源でこうなんじゃないか、まあ、諸説ありました、見たら、はいはい、いろんな説があったんですけど、まあ面白かったのは、どこか訪ねて行った時に仲のいい人には温かい食事を出して、近い人じゃないのには冷たい羊の肩肉を出してたって、っていうのじゃないかっていうふうに言われています。なるほど、まあ、諸説ありますが、はい、これちょっと一番覚えやすいかなと、ぜひですね、そういうので覚えておいてください。まあ誰々さんがとかね、ジェーン・ゲイミー・ザ・コールド・ショルダーって言ったらですね、もうジェーンがもう全然、ね、すごいアンフレンドリーな扱いをしてきたよとか、はは、無視してきたよとかね、そういう形で使ったりしますね。今日の問題なんでしょうか。今回はじゃあ同じくイディオムで For Donkey's Years ですね、イギリス英語のイディオムかなと思うんですけども、For Donkey's Years ってどういう意味なんでしょうか。意味が分かった方はですね、コメント欄で例文を作成してください。このチャンネルでは英語学習や留学、英語資格に関する情報を発信していきます。何か質問ですね、僕たちに聞きたいことがあったら、ぜひぜひコメント欄に残していってください。 Leave comments below.